学校法人二小学籍は日本の学校法人。1877年、三島中州によって開かれた漢学塾を起源とする。2014年4月現在、一大学、二高等学校、一中学校を運営している。二小学籍にある育英の精神は明治維新の最中、西洋文化の摂取に救急としていた当時の日本の自設を憂えた三島が、 東洋文化を学ぶことこそが日本の本来の姿を知り得るとして己を治め人を治め一世に有用なる人物を養成することで東洋学の確立と新時代を担う国家優位の人材の育成を目指したことにある当時の様子について夏目漱石は落第にて 三島中秋先生の二小学籍へ転じたのであるが、その自分ここにいて今知られている人は、京都大学の田島金次、井上晃かなどで、この間の戦争に、ロシアへ、捕虜になっていった、内務省のおぎなどもおったと思う。学者のご時は実に不完全なもので、行動などの汚さと来たら今の人にはとても、想像できないほどだった。真っ黒になった蝶の出た畳が敷いてあって机などは、さらにない。 そこへ、順序もなく座り込んで講義を聞くのであったが、臨行の時などはちょうどカルタでも取るような具合にしてやったものである。臨行の順番を定めるには、竹筒の中へ細長い札の入っているのを振って、生徒はその中から一本ずつ抜いて、それに書いてある番号で定めたものであるが、その番号は単に百二十三とは書いてなくて、一東、二冬、水江、四四、五尾、 六魚、七恐れ、八世、九か、十敗といったようにどこまでも感覚的であった。中には、一、二三の数字を抜いてただ東、冬、甲と陰ばかり書いてあるのもあって、恐れを取れば七番、美を取れば五番ということが直にわかるのだから、それで定めるのもあった。講義は朝の六時か七時頃から始めるので、大関の寺小屋を、そのまま、学校らしいところなどは、 ちっともなかったが、その頃はまた寄宿寮等も極めて安く、僕は家から通っていたけれど、確か1ヶ月2円くらいだったと覚えている。元来僕は感覚が良しみで随分興味をあって漢籍はたくさん読んだものである。今は英文学などをやっているが、その頃は英語ときたら大嫌いで手に取るのも嫌なような気がした。と述べている。夏目漱石と、 三島中秋の弟子で有後にに小学籍の校長となる山田渡る祭は同年の1867年生まれで共にに小学籍で三等に学んでいる。第五高等学校で墨祭は漢文歌主任、漢籍は英語科主任となった。球団キャンパス完成に伴い大学院の有島かり校舎の使用をやめる。また文学部。 国際政治経済学部の3.4年生の授業を球団校舎で行う。二小学籍大学東アジア学術総合研究所設置。ありがとうございます。